はい、皆さんこんにちは。司法書士合格講座、ウォーミングアップ攻撃、民法不動産登記法編、ということで、今日はですね、これから勉強を開始しよう、もしくはしようかなという方のためにですね、司法書士試験の、重要科目であります民法と不動産登記法、その入り口をちょっと学習していただきましょうということで、ここでやっていく今日やる話っていうのは、実際の講義の中でも当然の大前提というところになりますので、ですから、特にですね、民法という科目は、例えば大学だとか、もしくは他の資格試験だとかで勉強されたことのある方も多いと思うんですけれども、ただ全く初めての方もいらっしゃると思いますので、こういう科目ですよというところ、この知識を、しっかり習得していただいて、次につなげていただきたい。そしてまた、法律の勉強ってこういうものなんだよというところも、体験していただきたいなと思うんですが、お手元に、こういったプリントありますね。中身乱調落調ないか、ペラペラめくっていただいて、印刷鮮明な部分ないか確認してみてください。ということで、今日は民法と不動産登記、これをピックアップしましたが、別の回では会社法という科目だとか、あと、オリエンテーションみたいな形で勉強の仕方ですね、復習の仕方だとか、そういった、いくつかのタイトルで実施をいたしますので、それぞれいらしていただきたいかなと思うんですが、で、まずですね、最初に民法からやっていきます。で、民法という科目は司法書士試験において、一番出題数が多い科目なんですよ。司法書士試験での択一の出題、マークシートですね。マークシートでの出題形式の問題だと、トータル70問、出題されるんですね。全部で11科目ありまして、で、その11科目70問の中で、一番出題数の多い科目がこの民法なんですね。民法は70問中20問も出ます。で、そしてまた、この民法は出題数の多さもさることながら、そしてまた、他の科目に影響してくる。民法の知識を前提に、今日この後やりますが、不動産登記ではこういうふうな手続きをしていくんですよとか、民法の手続きを前提に、裁判ってこんなふうになるんですよということも話の中に絡んできますので、民法はそういった意味では司法書士試験における最重要科目という位置づけなんですね。民法を制する者は司法書士試験を制するという言葉もあるぐらい、とっても大事な科目になりますので、しっかりですね、得意科目にしていただきたいかなと思います。そしてまた、特にこの民法に関しては、先ほど、他の資格試験で学習されたこともある方もいらっしゃると申し上げましたけれども、例えばですね、資格試験によっては、民法そこそこ出るけれども、例えばここの部分はもうこういうもんだと思ってくださいと、ここってこういうもんなんですよ、さあこのまま覚えてくださいとかいう形の学習も、これは出題数が多かった、少なかったりだとか、で、他の方が大事だとか、そこまでがっつり説明してる、ちょっともう時間的な余裕もないだとかいうことであれば、もうこれってこういうもんなんだよ、こうだからこうで覚えてねというような形の、学習傾向もあるかもしれませんが、ただ司法書士試験の民法ってですね、さすがに最重要科目なので、できちんとした理解、なんでここはこういう制度が存在するのかとか、なんでこうなっているのか、っていうところまでしっかり深く掘り下げて勉強していくことが必要となりますので、ですから、やっててですね、しっかり理屈がついてきますので、そういうことなんだとか、なるほどねと。しっかり頭の中で考えて知識を入れていくというところになりますので、学習してて非常にイメージも湧きやすい楽しい科目になるんじゃないかなと思います。ということで、入り口見てまいりましょう。まず、中身2ページですね。2ページご覧いただきますと、民法ですね。民法は市民のための法律です。ですから、例えばね、いろんなものが規定されているんですね。契約だとか、で、家族関係だったりだとか、人が亡くなったらどうするかとか、で、様々なものが規定されておりますけれども、その中でですね、まず、売買契約というものを取り上げました。で、この売買契約、皆さんも、されたことがあると思うんですが、おそらく皆さんも、多分もう今日売買契約されてきた方っていうのはいらっしゃると思うんですよ。どういうことかっていうと、例えば、コンビニでおにぎり1個買うのもあれも売買契約ですし、で、駅の売店で、ガムとかジュースを買うのもあれも売買契約なんですね。もうとにかく物を買うという形の契約です。
ですから何もですね、何かしら契約とか言うと、書類を作ってだとか、土地を買ったりマンション買ったりとかイメージあるかもしれませんが、そうでもないんですね。本屋さんで本を買うのも売買契約ですし、というところになってまいります。じゃあですね、この売買契約、民法には他にもですね、売買以外にも様々な契約が、条文に、規定されているんですけども、まあその契約の中での代表格、売買契約を見ていきましょう。で、今回は土地の売買契約です。で、イグザンプル、具体例といたしまして、売り主コウさんと買い主オツさんが土地の売買をするという事例です。で、ちょっとですね、この事例を図式化しましたのが、図にしたのが、このページの下のところですね。下ご覧いただきますと、ちょっと画面の方を映してまいりますとですね、左側に売り主コウさんとおりますね。で、ちなみに、売り主コウさん、下に点々で所有権と向かっていて、そして平行四辺形の図がありますが、この平行四辺形の図、これはもうこの後講義でのお約束として、平行四辺形の図が出てきたら土地のことだと思ってください。土地ってまあね、図に書くとですね、このようにもうテキスト等では書くんだなと思ってください。で、コウさんが今回土地を売却するわけですよ。で、そうすると売り主のコウさんは土地を所有する権利、所有権を持っていますという状態です。で、そこで、コウがオツに土地を売るということはですよ。コウは所有権を手放して、オツは改めて今回の売買によって所有権を取得するということになりますが、ではここで、コウからオツに所有権が移転する。まあ、コウが売ったから、オツが買ったから、所有権は移転すると。所有権という権利が移転することになりますが、ここでちょっと先に丸2番と書いてあるところをご覧ください。この丸2番、所有権の移転とありますね。で、この所有権という権利なんですが、で、これをですね、ちょっとその下のカッコ176ってありまして、これ条文なんですよ。カッコ書きでなんか番号が出てきたら、条文番号のことだと思ってください。で、下の枠の中、参照条文というところを載せておりますけれども、で、ここでですね、176条という条文番号です。で、ここにまず物件という言葉が出てきました。この物件、次のページでもやりますが、物に対する支配権のこと、物に対する権利のことを物件というふうに言っていくんですよ。まあ、土地だとか建物っていうのは、まあ一般的には物とかいう言い方するかもしれませんが、法律上はこれを物という言い方をします。で、物に対する権利として物件なんですが、で、ちょっと176条を見てまいりましょう。物件の設定移転というタイトルですが、物件の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるということで、ですから、この当事者の意思表示、今回は、コウの土地をオツに売却する。コウがオツに対して、私の土地買いませんかと言って、オツがコウに対して、あ、買いましょうと。売りましょう、買いましょうの意思表示だけで、契約の効力が生じますよということなんですね。で、どういうことなのかと言いますと、例えば、土地の売り買いとかだったりすると、まあ高額な財産の売買だったりなんかいたしますと、通常は契約書なんてものを作成したりしますよね。で、この契約書の作成だとかっていうのは、後日のトラブルになった時のために何か証拠に残しておきましょうという類のもので、少なくともですね、民法という法律上は、例えば契約書を作りなさいだとかいうことが要求されているわけではないんですね。なので極端なんだし、売り主コウがオツに対して電話をかけてですね、オツさんオツさん、なんかあんたこの辺で土地を探してるっていう話聞いたんだけど、私の土地を買いませんかと。で、オツがいくらですかと。あ、1000万ですか。あ、いいですね、買いましょうと。で、そんな気軽な電話での売買でも契約って成立するんですね。ということで、民法は当事者の意思表示のみによってその効力を生じる。売買契約は当事者の意思表示だけで成立するんですよと。契約書の作成は必須のものではないということです。
ではそこで、まああのね、今回、まあ、物件は、所有権が移転するということで、まあ、今の今日のと今のここの話では設定というのはとりあえず括弧になりますが、物件が移転すること、所有権が移転することは当事者が売りましょう買いましょうの意思表示だけなんですよということです。ってことで、じゃあ、上のところ戻ってください。文章です。でこれちょっと文章化しましたのが、コートオツとの売買契約です。まず、甲乙のいずれか一方が他方に対して、まず申し込みの意思表示というものをすることになります。で、この申し込みの意思表示、まあ、話を持ちかけるってやつですよね。ですから、例えば、甲の側から話を持ちかけるのであれば、乙さんこの土地を1000万で買いませんかというお誘いですよ。ね、そして、逆にですよ。オツの側からこの土地買いたいと思う場合には、オツからコウに対してこの土地1000万で売ってくれませんかと。で、どちらから話を持ちかけても構いません。で、ただ、一方から他方に対して、申し込みの意思表示をしますよと。そして、じゃあですよ、その申し込みの意思表示を受け取った相手方は、どうするか。まあもちろんですよ、結構ですと断っても構いません、それを受ける義務なんかありませんけれども、ちょっと考えさせてくださいでも構いません。ただそこで、あ、いいなと思った、買いたいと思ったのであれば、その後これに対して相手方、他方ですね、申し込みの意思表示を受けた側が、分かりました、買いましょう、承諾の意思表示というものをするんですよ、例えば売り主候補から申し込みの意思表示を受けた買い主オツであれば、買いませんかと言われて、あ、1000万だったらお得だな、いいなと思ったならば買いましょうということになるでしょうし、逆にですよ、オツの側から売ってくださいという話を持ちかけられた、そのオツの側から申し込みの意思表示を受けた売り主オツであれば、分かりました、1000万だったらいいですよ、売りましょうということになってくるわけです。でそうすると、その下このように申し込みの意思表示と承諾の意思表示が合致することにより、甲乙間に売買契約が成立するということで、まあ、これ、まあ、これがまた図の方に載ってますが、今回、まあ、甲から申し込んだと思ってください。甲から乙に対して、あとなんか土地探してらしい、土地探してるらしいですね、と。買いませんかと。で、乙が、ああ、1000万だったらいいですね、と。で、そうすると、承諾、売買契約が成立します。ということで、申し込みと承諾の意思表示、この点々の矢印っていうのも意思表示と思ってください、申し込みと承諾の意思表示の合致、それだけで契約は成立するんですよということなんです。もちろんですよ、例えば、1000万で買いませんかという話を持ちかけられた、1000万じゃちょっと高くないですかと、この周辺相場ちょっと最近下がってきてますよと、で、じゃあですね、900万でどうですかということであれば、じゃあ、オツの側から900万でどうですかと言われて、じゃあ、それについては、コウが後はそれに応じるかどうかですよね。まあ、買いたいんですけど、ちょっと1000万じゃ高いです。900万で、にしませんか。で、これを逆に、オツの側から900万で売ってくださいの申し込みの意思表示だというのを考えるんですね。あとはそれに対してコウが応じるかどうかということになるわけです。ですから、ね、当事者面でも内容面でも、しっかり内容が合致しているならば、ね、例えば1000万で買いませんか、900万だったら買いますよと言ってもですよ、買いませんか買いますよがあったにしても内容が噛み合っていないので、この場合は内容の合致があったとは言えないんですよね。しかし、1000万で買いませんか、900万だったらいいですよ、わかりました、900万で売りましょう、そうすると900万円のおつからの申し込みと900万円の高からの承諾で900万で合致というふうになってきます。ですから、まあ、内容面でも両者の意思表示が合致したら売買契約は成立するんですということになるわけです。で、そうするとですね、売買契約が成立するとどうなるのか、そこでですよ、その文章のところをご覧ください。文章ラストブロック。じゃあ、売買契約によって以下の効果が発生するとありますが、まず、丸1番、債権債務の発生とありますが、この債権債務の発生、どういうことかというと、甲は乙に売った以上はお金払ってください。そして、オツはコウから買った以上は、じゃあ土地を引き渡してくださいと。
ということで、払ってください、引き渡してください、相手方に対して、一定の行為を請求する、代金の支払いだとか土地の引き渡しという、行為を請求する、これが債権なんですね。でちなみに、今のところ債権債務の発生と書いてありますが、請求する側から見たら債権、請求される側から見たら債務ということになりますので、ですから、例えばこの図の中で言いますと、項から乙に向かって、丸1代金債権という矢印が向かっておりますが、この債権というのは請求する側から見たの話ですよね。となるとこの代金については乙の側から見ると、代金支払い義務を負っているということになりますので、代金債務ということになる。請求する側から見たら債権、請求される側から見たら債務ということになります。今回は甲は乙に、まあ、1000万で売ったということで、1000万払ってくださいという権利、そして乙は甲に対して土地を引き渡してくださいということで引き渡し債権、逆に甲は乙に対して引き渡す義務を負うんだよということになるわけです。で例えばですね、まあ、お金の支払いだとか、通常皆さんの感覚だと、契約をしたならば、その場でもお金支払うんじゃないのというところが思うかもしれませんが、ただ、契約の成立は売りましょう、買いましょうの意思表示の合致の瞬間で契約成立ですから、もちろんその場で払う場合もあれば、後日支払いなんてこともあるわけですよね。じゃあ、今週中に振り込んでくださいねとか、ね、支払いをいつにするのかっていうのは、これはまた別の話なんです。ですから例えばじゃあそうですね、8月28日に売りましょう買いましょうが、ね、電話で契約成立しました、ね、例えばもう銀行も、ね、あの週末でやってないのでじゃあ例えば、来週月曜日にお支払いしますねとかもしくはですよ例えばこの土地に甲さんが資材だとかどっかり置いていると今すぐ引き渡すことができないのであれば今月中に資材を引き払って9月1日に引き渡しをしますよとか具体的な時期っていうのは、投資者同士でまた別に決めていくだとか、また今度改めてとかいうような形ではあるんですね。ですから、一般的には不動産みたいな高額な財産だったりすると、契約の時にもうすぐにお金払ったりするのが通常なんですけれども、ただ場合によっては後日改めてということもあるわけです。で、これが、売りましょうと買いましょうの意思表示だけで、意思表示の合致だけで契約が成立するわけですから。契約が成立した。だからこそ、じゃあ代金支払ってください。土地を引き渡してくださいということになるわけですね。ってことで、まあ、甲は乙に対してお金払ってくださいという権利を持って、乙は甲に対して、ね、お金を支払う義務を負うんだ。そして、今度土地の引き渡しについても、ね、引き渡す義務を負っているのが甲で引き渡してくださいという権利。例えば、9月1日に土地を引き渡してくださいと言っていたのに、ね、9月1日にまだ、ね、現地行ってみたらまだ資材がどっかり置いてあったとかいうことであれば乙は甲に対して早くどかして引き渡してくださいよと請求することができるわけですよね。ということで、この債権債務というのが人に対して行為を請求する権利です。でちなみにですね、まあ、お金の支払いであればですよ現金を渡すとかもしくはお金を振り込むという形になるんですが土地の引き渡しってどうするのか、だからそもそも土地って動かせないものですよね。引き渡すったって土地の引き渡し、場所が変わらないじゃないかってとこなんですが、まあ一般的にはですね、もうね、例えばその引き渡し書を交付するだとかっていう形になります。あとはもう意思表示だけで、はい、じゃあもうこれで引き渡し完了ですねと。例えばね、現地の土地にですよ、柵かなんかがあってそこに鍵とかがあるんだったらその鍵を渡すだとか。で、例えば建物なんかもそうなんですよね、建物だとかマンションだとかっていうのもそのもの自体を動かせることができませんから引き渡しって通常は鍵を渡すというのが引き渡しという形になってきたりします。で、まず、売買契約をするとお金払ってください。そして引き渡しをしてください。で、先ほどですよ、じゃあコンビニでおにぎり1個買うのも売買契約ですよと申しましたね。じゃあコンビニでおにぎり1個買うのをこの申し込み承諾に当てはめてみましょうか。例えば、じゃあコンビニでおにぎり、いいね、じゃあ昆布のおにぎりを買うことにしました。で、その時ですよ。皆さん、コンビニのね、例えばレジとか行ってですね、はい、このおにぎり100円で売ってくださいとか、わかりましたか、100円で売りましょうとか、そんなにはっきり言わないでしょ。
で、ただどうするかっていう、そこをどう解釈するのかっていうと、そもそも、なんならコンビニで物買うときに一言も言葉を発しないことだって珍しくないですよね。レジにポンと置いて、で100円になりますと、おおね、お店屋さんに、お店の人に言われて、100円もポッと払ったら、買い手の側としては、あ、どうもとかいうことがあるにしても、何にも売ってくださいとか、わかりました、売りましょうとかいう言葉は発しませんけれども、でこれはどう解釈していくのかっていうと、まあ例えば、あ、おにぎりをレジに置くという行為、その行為が売ってくださいの意思の表れだということですよね。そして、レジでピッとやって、で100円になりますと言って、まあ、レジ袋、あのね、袋とかに入れる行為が分かりました、売りましょうの、意思の表れだというふうに解釈するんですね。ですから、民法上ですね、意思表示と言っても、必ずしも言葉の発言ですね、言葉として発言だとかが伴うものではない。こういったものを、まあ、目次の意思表示なんて言ったり、目次ですね、目次の意思表示、こういう言葉ですよ、目次、目次で行う意思表示で、これに対して、まあ、はっきりと口に出すこと、これは、はっきり口に出してますから明示の意思表示なんて言っていきます。目次の意思表示とか明示の意思表示なんて言っていきますけれども、ね、目次の意思表示でも、ね、売買契約は成立しますよと。ね、そうですね、駅のキオスクだとかで新聞とか買うときも、新聞を下のラックからポンと出して、ね、ポンと出したら、もうこれ売ってくれみたいな、目次の意思表示でしょ。で、そして、ね、そのね、中のお姉さんなりおばちゃんなりが、いくらと言ったならば、それで売りましょう、買いましょうの意思の合致と。で、通常そういったケースであれば、その場で持って帰りますし、その場でお金払いますので、あんまり後日改めてとか、ああいうことはないですけれども、まあ、売買契約がもう置いた瞬間、そして100円とか言った瞬間に売買契約成立だと。そして100円渡して持って帰って、はい、もう完了と。というような形ですよね。で、このような形で、まあ、売買契約が成立します。もう一個の、まあ、所有権移転というのも、ね、売買契約、意思の合致の時に所有権移転ですよと。ですから、例えばですよ。じゃあ、8月28日の午後5時に売買契約が成立しました。で、もう銀行もやってませんと。銀行もね、週末で、空いてませんと。今から振り込みをしても、翌月曜日朝付けになってしまいますよという場合でもですよ。ね、お金は払ってないけれども、所有権は移転するんですね、と。というような形です。ってことで、まあね、これがまあ売買契約です。で、最後にちょっと条文見ておきましょう。売買の条文ですね。最後555条ですが、売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを訳し、ある財産権、ここで言うと所有権とかですよね。所有権、売りますよってことがあなたに所有権移転しますということですよ。で、そして、訳し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを訳することによってその効力を生ずるということで、お金払いますよ。ここで着目していただきたいのが、ある財産権を相手方に移転することを訳し、相手方がそれに対して代金支払うことを訳することによって効力を生ずる。つまり、支払うことによって効力を生ずるとかでは書いてないですね。支払います、ただ今すぐ支払って初めて代金支払って初めて売買契約成立ということではないですね。条文上も売りましょうが財産権移転の約束、買いましょうがお金を支払う約束になりまして、売りましょう買いましょうの、意思表示の合致だけで売買契約は成立ですよ。そしてその効力を生ずる、所有権移転、そして債権債務の発生ですね。売買契約の効力、所有権が移転して、そしてお金を払ってくれ、引き渡してくれという権利、が発生するんですよという形になるわけです。では、このような、まあ、売買契約、民法ではそれ以外にもですね、様々な契約というものが規定されております。例えば、お金を払って物を借りる賃貸借契約だとか、逆にタダで物を借りる契約、これ使用貸借なんて
っていくんですが、で他にもですね、一定の行為をあなたにお任せするだとか、まあ、いろんな契約があるんですよ。こういったいろんな契約を民法の中で一つ一つ学習していきましょうということになります。では続きまして今度は3ページご覧ください。で3ページ今度は物件と書いてありますが、あ、これ今ですね、物件ですね、物に対する権利と言いました、まあ、物件の代表格が今出てきました所有権なんですけれども、で、この物件ですね、見ていきましょう。物に対する直接的排他的支配権とあります。で、なんか、直接的とか排他的っていう言葉が出てくると急に難しくなったように思いますが、そんな難しい話じゃないんですよ。人から物に対する権利、権利の主体が人で、ターゲット、まあ、客体が物ですよということで、人が物を支配する権利、これが物を支配する権利だから物件なんですよということなんです。で、そこでですよ、例えば、あ、じゃあそうですね、私はこの時計、この時計に所有権を持っております。私は、この時計を支配してますよと、私がこの時計を自由に使うことができるというところで、これ所有権です。所有権、まあこれも物件の一つなんですね。実は、物件、物に対する権利っていうのは民法上いくつか種類があるんですよ。で、その一つ代表格が所有権となりますので、ちょっと所有権の内容を見てみましょう。エグザンプル所有権といたしまして、所有権というのは物を全面的に直接かつ範囲他的に支配できる全面的な支配権とありますが、物を全面的に、例えば部分的ではないですね、時計を所有しているのであればね、時計全部を支配しておりますし、例えばですよ、土地なんかもですよ、例えばここの一区画の土地がありました、その一区画の土地、私の所有する土地ですよということになったならば、もうその区画全部自分で自由に使うことができるわけですよね。例えば東側半分は自由に使えるけれども西側は使えないだとか、そんなことはないわけです。土地を全部、全面的に、でしかも直接というのは、これは誰かに何かをやってもらって他人を介して、所有することができるわけではないですね。もうダイレクトに支配できますよと。直接、誰かに何かをやってもらって使うことができるのではなくて、もうダイレクトに支配できますよと。そして排他的、排他的というのは他を排除することができますよと。他を排除することができる、排他的ですね。例えばですよ、自分の土地がありますよと。で、それに対して、他の人が何言ってんだ俺の土地だとか、いちゃもんつけてきた、絶対にこの土地は僕の土地だと思うのであれば、裁判してでも何ででもその人を追い出したりすることはできるわけですよ。他を排除することができる、僕がこの土地の所有者だということであれば、その土地の所有を邪魔している人があるんだったら、それを排除することができますよ。例えば不法占拠、ね、勝手に他人の土地を使っている人とかいるのであれば、当然それを排除することはできるでしょと。でそれが排除できなければ、ね、例えばですよ、人が勝手に自分の土地を使っていても追い出すことすらできなかったら、土地を所有している意味なんかないですよね。勝手に不法占拠し放題ということになってしまうとおかしいでしょということで、他を排除することができる、完全な支配権なんですよということです。全部を自分で誰かの力を借りることなくダイレクトに支配することができますよと。じゃ その、ダイレクトな支配、なんですが、その内容として使用、収益、処分とあります。使用というのは、まあ、自ら使うですよね。そしてまた収益というのは、例えば人に貸してお金を取るということもできるわけです。例えばですよ、じゃあ、自分では A さんこの土地を使う予定はありませんと、もう全然 使ってないんですよという場合であれば、この土地を人に貸してもいいわけですよね。そして例えば、土地の使用料として月々いくらとか、そうするとその分 A さんの懐に入ってきます、土地を使って収益を上げることができるということもあるわけです。でさらには処分、処分というのは例えば売却をするだとかですよね。処分をすれば、まあ、それも、まあ、所有者だからこそできるわけですよ。所有権持ってないのに、所有者でもないのに、勝手に人の土地を売却して収益、勝手に土地を売却したり、することは、まあ、まずいわけですよね。で
ことで A さんはこの土地を所有しているのであればもうどうとでも好きなように使うこともできるしで、なんならですよ、そのままほったらかしといてもいいわけですよね。ですからもう何でもできるよと。ただもちろんですよ、何でもできるとは言いますけれども、例えば土地なんかであれば、そうですね、エリア等によっては建築制限だとかかかってくることもあります。例えばですよ、閑静な住宅街に、でかいビルをドーンと建てるだとか、で例えば建物を建てるにも高さ制限だとかその地域の条例だとかで決まっていることもあったりはしますので、まあ、完全に自由ということではないですね。でじゃあちょっと所有権の条文ご覧ください。下見てください。206条なんですが、206条です。所有権の内容ということで、所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用および使用収益および処分をする権利を有するということで、法令の制限内においてという言葉がありますね。これが先ほど言いました。例えば、土地を所有しているからもうどんな好きな建物だったっていいだろうとか、どんなに自由に使ったっていいだろう、そういうわけにはいかないんですよ。例えば、建築制限だとか、用途制限だとかもあったりするわけですね。閑静な住宅街、ここに商業施設、24時間営業の商業施設だとかを建築するだとかいうことは許されていなかったりするわけですね。ですから一定の制約はあるけれども、まあ、その制約内の行為であれば自由に、自分で使うこともできるし、土地を使って収益を上げることもできる、そしてなおかつそれを処分すること売却することもできますよということなんです。まあ、土地に関する、まあ、不動産物に関する、完全な支配権、何でもできるよということです。では今出てきましたこの物件、物を直接に支配する権利ですから、図に表記すると図に表すとこれ矢印が権利と思ってください。矢印が権利と思っていただくと、矢印の出発点権利を持っているのは人ですね。そして、矢印の矛先権利のターゲットが物なんですね。主体が人で客体が物、物をダイレクトに支配。これに対して今は債権という言葉です。で、この債権というのは人に対する行為請求権ですから、これを図式化すると、主体矢印の出発点が人であって矢印の矛先ターゲットが人なんですね。人から人に向かう権利なんですよ。これが債権です。ですから例えば前のページ2ページの代金債権引き渡し債権というところを見ていただきますと、この甲乙間の売買契約によって甲は乙に対してお金を支払ってくださいという権利ですね。で、気をつけてほしいのは甲が乙に対して代金債権を持つというのは乙がお金の支払いという支払うという行為をしてくださいという権利なんです。つまり、オツの手元にある1000万円現金に対して、コウがダイレクトに矢印を持っているのではなくて、そのオツの手元にある1000万円を、例えば、持っていくだとか、振り込みをするだとか、オツの支払うという行為。これが、コウの権利の内容なんですね。支払うという人に対する行為請求権。ですから、オツがお金を支払ってくれなければ、こうは代金回収できない。例えばですよ、じゃあオツの自宅に1000万円の現金が、どんどんと10束積んであったとしましょう。100万10束積んであった、それをですよ、こうがオツに対して俺はもう1000万の権利持ってるんだから、こうがオツの家に行って1000万これもらってくぜってもうボン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 袋の中に入れて持っていった。それはダメなんですよ。オツに、払ってもらわなきゃいけない。だって人ん家入っても現金持ってるそれ泥棒でしょ。ダメなんですよね。オツの支払うという行為、これを要求するのが債権なんですよと。引き渡しでも、こうの引き渡すという行為、これをオツが要求できる権利なんですよというものになるわけです。ということで、まあ債権というのは人に対する権利、物件というのは物に対する権利なんだということです。物に対する権利、これが物件ですよと。で、債権というのは人に対する権利なんですよと。では、
じゃあ、債権はさっき言ったように相手方つまり債務者の一定の行為引き渡すだとか支払うだとか一定の行為これが必要なわけです。これに対して物件というのは物に向かってるダイレクトな権利になりますから、物件の特徴丸一番物を直接的に支配できる。直接的っていうのはこれ直接性なんて書いてありますが他人の意思に関わりなくつまり誰かに何かやってもらってそれが実現できるということではないですね。債権の場合には相手方債務者の例えば支払うという行為だとか引き渡すという行為がなければ実現できないわけですよ。しかし物件は、他人の何か力を借りるとかそういうことはいらないですね。で自分、他人の意思に関わりなく、自分でダイレクトに土地を支配しているわけですから物に向かう直接的な権利ですよ。例えばさっきの代金債権が現金お金に向かうダイレクトな権利ではなかった。オツの支払うという行為これを要求することができる権利だった。これに対して、物件というのは土地にダイレクトに向かう権利なんですよと。そして丸2番です。物を排他的に支配できると、これ他を排除するだとかいう言葉で先ほど申し上げましたけれどもで、これが排他性です。そこでですねまず、同じ内容の物件を排斥できるとありました、あります。でどういうことかというとですねまず先ほどですよそうですね不法占拠者がいたら追い出すことができるという話がありました。それも当然なんですが不法占拠者は全くの無権利者ですから話がちょっと場面としては違うんですが例えばこういうケースがあったらどうしましょう。まずですよちょっと先に飛びます。下のエグザンプルに行ってください。下のエグザンプル行っていただきますと A が自己所有の公土地を B に売却した後 C にも売買したということで括弧二重譲渡なんて書いてありますね。でつまりですよ、図に表記すると A が B に対して例えばですね午前中に俺の土地買わないかいと話を持ちかけて B さんがあ分かりましたその土地いいですね1000万ですか安いですねということで、A と B との間で丸一売買さっき前のページでありましたように売買っていうのは意思の合致で成立しますよね。となると、A さん B さんが売りましょう買いましょうの業者の1000万で分かりましたと意思の合致で売買契約成立するんですよ。しかしですよこの後、A が C に対して今度同日の午後ですね丸2番で、僕の土地売らないか買わないかいと言って、ね、あの君だったら1000万で売ってあげるよと、ね、C もあいいっすか1000万で買いますよみたいなこと言うわけですね。となるとですよこれ前のページでさっきやった話なんですよ。売買契約って売りましょう買いましょうの意思表示のみで成立しますよって言いましたね。つまり、午前中に A さんと B さんで売りましょう買いましょうが合致してますよね。午後にも A さんと C さんで売りましょう買いましょうで、契約成立してますよね。となるとこの場合 B さんは売買契約の成立によっておっしゃ俺が所有者だと思ってるわけですよ。C さんも、売りましょう買いましょうの意思表示の合致でおっしゃ俺が所有者だと思ってるわけですね。これ一般的な感覚からしたら早い者勝ちじゃないかと。午前中に買ったのが B さんなんだから結局もうね、C さん、残念ながら、午後だったから一歩遅かったねということになりそうだと思うかもしれませんが民法はそうはしていないんですよ。でどういうことなのかと言いますとまずですね売買契約は売りましょう買いましょうの意思表示で合致で意思表示の合致で成立する成立することを前提にだったら売買契約によって B さんも C さんも所有権移転してるはずなんですね。じゃあどっちが所有者なのかね、この場合 B は私は意思表示の合致があった C だって私も意思表示の合致があっただって所有者から買ったでしょと言いたくなるかもしれませんね。どうするかっていうとここを決める基準がですね民法177条に規定されているんですよ。ご覧ください。民法177条下の条文です。不動産に関する物件の変動の対抗要件。物件の変動というのは例えば所有権が移転した物件に動きがありましたね。でそういったものを物件変動と言っていくんですが見ていきましょう。不動産に関する物件の、まあ、ここで言うと所有権ですね。所有権の特措及び変更はとあります。
この度の事例に当てはめると B さんが所有権を取得したと言ってますし、 C なって僕が所有権を取得したと言ってますから、所有権という物件を取得したならば、その後不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。この対抗という言葉は主張と読み替えてもらって構いません。ですからいいですか、民法はここ2段階で考えてるみたいなイメージなんですよ。丸1番で AB 間で売買契約が成立しました。 B さん所有権を取得した。所有権を取得したということを第三者 C に対して主張したいのであれば登記をしなさいと。逆に丸2番の売買だって同じなんですよね。 AC 間で売買契約をしました、 C さん所有権を取得したということを主張したいのであれば、所有権取得したぜと言いたいのであれば、登記をしなければ第三者、つまり C さんにとっての第三者っていうのは B なんですね。 C は A から買ったわけですから、で、AC が当事者で B が第三者、B は A から買ったわけですから、AB が当事者で、C が第三者。なので、この場合、丸1売買について当事者は AB。丸2売買について当事者は AC。ならば、第三者同士の B と C が、結局、この場合は、登記をしなければ第三者に対抗、主張することができませんよ。私が所有権取得したんだよということは主張できません。ということで、ここは先に登記をしたもの勝ちなんですね。ですから、例えば売買契約は早いもの勝ちだとか、代金先に支払ったものが勝つんだとかではなくて、登記が早いもの勝ちだということになるわけです。なのでですよ、例えば、丸一番で B さんが午前中に売買をしました。で、その後ですね、B さんも買ったことに安心して、また登記はまたね、来週にでもみたいなこと言ってたらですよ、C が、ああね、その年どうしても欲しかったんですね。で、C が A に対してですよ、売ってください、売ってください。もう私だったら今1100万出しますからと。で、A さんがしょうがねえなということで C に売って、C さん速攻登記をしちゃったら、後から買った C さんでも、B に割り込むことができると。まあ、B さんは買ったのに登記をしておかなかった、残念でしたね、ということになるわけです。まあ、B さん、まあ、この場合 B さんかわいそうじゃないかと、だって先に買ったんでしょと思うかもしれませんけれども、まあ、この場合、まあ、要は、この民法177条があるからこそ、物件取得したんだったら登記しておかなければ、後からこういった第三者が登場したら、あんた負けちゃいますよ、ということなので、ですから、民法177条があるからこそですよ。司法書士は、もう、通常、不動産取引の場に、その場に居合わせます。そして、まあ、司法書士が売買のチェックだとかを行って、所有権が移転したのであれば、もう、その場でもう司法書士さんにもう、もう今日、登記をすぐお願いします。というのがもう通常なんですね。177条があるからこそなんですよ。177条があるからこそ、もう買ったその場で司法書士さんに登記を依頼する。というのが、もう通常、不動産取引上の、まあ、ルール、みたいになってきてるわけですよね。だって、177条、この条文があるのに、買ったのに登記をそのままほったらかしておくと、後から出てきた人に、せっかく、買ったのに負けちゃいますから。ということなんです。ってことで、上に戻ってみてください。で、このようにですね、他は排除することができますよ。所有権、に関しては、登記をして初めて他を排除することができるようになりますよ、ということなんですね。ってことで、じゃあなんで他を排除しなきゃいけないのか、排他的にというところを線が引っ張っておりますが、ご覧ください。一つの物の上には原則として同じ内容の物件は一つしか存在し得ないという言葉が書いてあります。で、これを一物一件主義の原則なんて言っていくんですが、一物一件主義。一つの物には一つの権利ということで一物一件主義なんて言っていきます。ですから、ね、一つの土地。まあ、土地の場合のことは一筆と言っていくんですが、一筆の土地なのに、所有者が B も C もいるとかいう状態はおかしいわけですよね。一つの所有、一つの土地であれば、ね、所有者、所有権は一つということです。
ですから B も C も2人とも所有者だという状態に決着をつける。それが登記なんですね。登記についてはこの後次のページで詳しくやっていきます。ではじゃあこの、その下の他を排除することができる排他性、米印ご覧ください。排他性については公示の原則による修正ありということで、先ほど言いました他を排除することができる効力なんですが、公示、矢印です、物件の排他性は公示を具備して、具備っていうのは備えるとかいう意味なんですが、公示、公に示すと書きますけれども、公に示す、旗から見て私が所有者だと分かるようにしてちょうだい、それをして初めて他を排除することができるようになりますよってことで、その下、物件変動の発生を、所有権が移転したということを外部から認識しうるようにするってことで、不動産の場合はこれが公示というものが登記とされております。ですから土地にですね、自分の名前を、ね、ガリガリ掘ってもダメなんですね。そして例えばですよ、建物なんかであれば表札をかけているとね、旗から見てそれでもわかるじゃないかと思うかもしれませんが、それもダメなんですね。不動産の場合には登記をしなさい。そして動産、動産というのは不動産以外の物のことを言います。ですから土地、建物、マンションだとかがそれが不動産ですよね。それ以外ですから、例えばそうですね、時計もそうですし、本もそうですし、なんならですよ、おにぎりもそうですよ。でおにぎりをコンビニで買って持って帰った、引き渡しを受けましたから、万が一ね、机の上に置いてて、それおにぎり俺んだよとか誰かが言ってきたら、ちょっと待ってこれ俺のだ、引き渡しを受けた自分が僕のおにぎりだと主張することができるわけですよ、ということで、ね、不動産の場合は登記、そして動産の場合は引き渡しです。じゃあちょっと178条の条文見ましょうか。下のところ、178条、まあこれが177条が不動産で178条が動産です。で読んでいきますと、動産に関する物件の譲渡、まあ譲渡というのは、例えば売買だとか、ね、それで、所有権が移転するわけですね。物件の譲渡、売買とか、まあ、そういったものを想定すればよいでしょう。物件の譲渡はその動産の引き渡しがなければ第三者に対抗することができない。ですから例えばですよ、ね、私がこの時計をお友達の A さんとお友達の B さんに、この時計売ってあげるよ、売ってあげるよと何人かに話を持ちかけた、その場合でも結局私がその時計を先に引き渡した方が、ね、他に私が先にも買ったんだ、私が買ったんだよと、私が先に引き渡しを受けたんだよ、だから私の時計なんだよと主張していくことができるわけです。で、このようにですね、民法は売買は意思表示のみで成立する、売買が成立したら所有権が移転するよ、そして債権債務が発生するよと言いつつ、でも他の第三者との間で所有権をめぐってトラブルになった場合には登記だとか引き渡しをしておかなければ、私の権利だとこういうことを主張できないという、まあ、二段階構成を取ったわけですよね。で、まあ、大体ですね、よくここまで話すとですね、そもそも、でもこれ一番悪いのは A さんじゃないですかと、二重に売買をする A さんが悪いんじゃないですかと。確かにそうなんですよ。この場合、今の ABC のケースだと、ね、B に売ると言っておきながら、ね、それを裏切ってでも C に売ったとかいう、A が悪いんじゃないか。確かにそうなんですが、ただ A が悪い以前に、じゃあでも A は悪いけれども、でも結局 B だって C だって買い主なんだから、どっちを所有者と認定するか、それを決める基準が登記、引き渡しなんですね。あとは例えばですよ、 C が先に登記をしました、じゃあ残念ながら B さん177条で負けましたね、じゃああとは B は A に対して今度損害賠償請求だとかで決着をつけるしかないんですよ。C は念願通り所有権取得できましたので問題ないんですが、裏切った A に対して、あとは B は A に対して損害賠償請求で、決着をつけるしかないですねと。もう残念ながら所有権について諦めるしかないですねということになるわけです。では、今度ですよ、じゃあ不動産に関して物件を取得したのであれば、登記をしないと第三者に主張できないと言いましたね。今度ちょっと不動産登記の話を見ていくことにいたしましょう。ということで、まず不動産登記法なんですが、
で、そうですね、この不動産登記も、先ほど、民法一番多く出ますよって言いましたね。民法が70問中20問出ますと言いました。不動産登記もたくさん出るんですよ。70問中16問、択一で出ます。ですから、択一の出題の量としては、民法に次いで、2番目に多い出題数です。ただしですよ、不動産登記は、司法書士試験は、記述式の出題もありますので、そういった意味においては、配点だけで言うと、記述がある分、不動産登記の方が配点は高いんですね。民法は択一のみの出題なので、20問だけの配点。で、これに対して不動産登記は記述もありますから、択一16問プラス、記述の配点もあって、配点だけで言うと不動産登記が一番多いというところです。ただそれでもなおですよ、それでもなお民法が最重要科目っていうのは、不動産登記をするにあたって大前提に民法の知識が必要になるからなんですね。例えば売買をしました、所有権移転しましたね。じゃあそれで登記をしましょう。登記をするにも売買契約に例えば条件とかなんかがついてたらどうするかとか、で、売買契約の中身になんかこれこれこういうトラブルがありましたどうしましょうとか。もしくはですよ、いろんなケースがあります。例えば相続によって所有者が変わりました。相続を定めているのが民法なんですね。そうすると、その相続のぐちゃぐちゃした、トラブル、結構あるんですよ。相続のぐちゃぐちゃしたトラブルも民法で解決して、その上でじゃあどういう登記をしますかというのが不動産登記の手続きですから。ですから、不動産登記をする大前提として民法の知識が必要なんですよということです。ですから講義もですね、民法学習した後、次不動産登記を学習するという形になっています。じゃあ、その不動産登記。で、この不動産登記の、受かった後、司法書士も登記の専門家ですから、がっつり登記をやっていくことになるんですが、まず、見ていきましょう。括弧1番。縦1番か。1番。1番で不動産登記。で、不動産登記の、登記というのは、今日データ化されております。登記記録なんて言っていくんですが、昔、登記簿なんていう言葉を聞いたことあるかもしれませんが、昔は紙ベースだったので、簿冊という意味で登記簿なんていう言い方をしたんですが、今もう全部データ化されておりますから、そういった意味で登記記録なんて言っていくんですね。そこで、登記に関する情報を載せてあるもの、これ登記記録と言っていくんですが、ここで1不動産1登記記録ということです。ですから、1つの不動産については1つの、登記が存在しますよ。例えばですね、日本の民法では土地と建物は別個の不動産という位置づけなんですよ。そうすると、例えば土地と上に建てる建物を、どちらとも A さんが所有しているとしましょう。そうすると、 A さんは不動産を2つ持ってるという位置づけなんですね。土地と建物ですね。そして、1不動産1登記記録ですから、A さんは土地の登記と建物の登記2つ持ってますよという形なんです。土地の上に建物が建っている場所的には1つ、1箇所であったとしても、2つの登記が存在しますよと。ちなみに、その隣の点々の枠の中で、土地の単位とありますが、土地はですね、一筆、さっきもちらっと言いました、一筆二筆とか言っていきます。これ一筆とか二筆っていう人もいますが、一般的には一筆二筆と言います。一個二個じゃないんですね。で、そこでまず登記の構成なんですけれども、括弧1番と括弧2番、大きく分けて、この登記記録はですね、表題部というものと権利部というものに分けられております。表題部というのが、不動産の物理的状況に関する登記とありますが、不動産の物理的状況。で、ちょっとここで見ていきましょうか。画面の方をご覧いただきますとですね、黒丸のところをご覧ください。黒丸ご覧いただきますと、土地の登記記録例とありますが、で、ここにまず表題部ってありますね。表題部。不動産の物理的状況って何なのかっていうと、場所とか、そして土地であれば、面積ですよね。そして、例えばですよ、土地にもですね、地目と書いてありますが、今回ここ宅地と書いてありますけれども、それが例えば畑なのか、田んぼなのかとか、ありますね。で、このような形で、土地の場所だとか、
で、まあ、面積だとかそういったものがありますよと。あと右側の方の不動産番号だとかもそういった部分はいいです。無視してまた構いませんが、ね、物理的状況、場所とか面積とか、どういった種類の土地なのか、そういったものが書いてありますよということです。これがですよ、建物であれば、建物の物理的状況を示す表題部だと、例えばですね、木造なのか、鉄筋コンクリートなのか、屋根の形状はどんなものなのかとか、ね、あと何階建てで、階ごとの面積ですよね。トータルの床面積だとか、フロアごとの床面積だとか、例えば3階建ての建物なんかであれば、ワンフロアごとに、床面積、そしてトータルの床面積だとかも書いてあるわけですね。このように、まあ、物理的状況が示されているわけですが、そして、じゃあ、今度、もう一つ、権利部です。上の括弧の2番、権利部なんですが、権利部っていうのは、不動産の権利関係に関する登記とあります。で、ちなみに下見ていただくと、権利部が2箇所ありますよね。権利部が2箇所あります。権利部には、公区とおつ区というものがあります。権利部には公区とおつ区というものがありますが、でちょっと上見ていただくと、この権利部は、公区というのは所有権に関する事項、おつ区というのは所有権以外の情報ですね。所有権以外の権利っていうのもいっぱいあるわけですよ。で、そういったものを載せますよということで、まあ、権利部は公区おつ区というさらに2つに分かれております。ですから、まあね、表題部、権利部があって、権利部がさらに2つに分かれておりますよということになります。ってことでですね、今回こちらの権利部を見ていくには、ちょっと次のページの具体例も含めて見てまいりますので、今度次のページの具体例で見てまいりましょう。ちょっと一旦、登記記録、権利部は置いておきます。で、今回ですよ。じゃあちょっと事案を先に見てください。点々の二重線の枠の中ご覧ください。5ページの点々の二重線の枠の中ご覧いただきますと、元々の事案として、A 所有の土地を B に売却することになりました。で、そして、まあ、先ほどやった AB 間の売りましょう、買いましょうがあるわけですよ。そして、通常ですね、不動産の購入資金だとかであれば、あんまり現金一括でお金支払える人っていないですね。ね、あと、まあ、いろいろ税金だとかも考えても、銀行から住宅ローン、ということで融資を受けるということが多いわけですよ。ってことで見ていきましょう。B は土地購入資金として C 銀行から金3000万円を借り受けた。そして B は C 銀行への貸金債務、つまり銀行からお金を借りたので支払う返済義務もありますよね。ということで、貸金債務、貸した金を返さなきゃいけない義務。で、これを担保するため当該土地に抵当権を設定したと書いてあります。で、こちらに関して、まずですね、二重線の枠の中では二行でさらっと書いて、点々の枠の中では二行でさらっと書いてありますが、どういうことかっていうと、黒丸です。今回、実態上の契約といたしましては、丸一、丸二、丸三と三本の契約があるわけです。三本の契約。まず丸一番。土地の売買契約ですね。売りましょう、買いましょう。A さんの土地を B さんに売却しますよ。で、ちょっと右側の図ご覧いただきますと、A さんの土地所有権が丸一売買契約によって B さんに所有権移転しますよ。で、その上で、じゃあですよ、今度。B さんは、今度メイヤーのとこなんですが、B さんは、銀行からお金を借りる。銀行からお金を借りる契約。これ、金銭消費貸借契約っていうんです。まあ、借金契約ですよね。住宅ローンなんて言ってみますが、ね、銀行からお金を借りる。ね、銀行に、じゃあお金を3000万貸してください。銀行も、わかりました。貸しましょう。ということになって、銀行がお金を渡す。銀行からお金を借りる。そうするといいですか？この場合、銀行からお金を借りたということは、銀行はお金を返してくださいという権利を持ちますよね。で、支払い方法というのはまた別途契約の中で決めてあるんですが、銀行はお金を返せという権利を持ちますので、これが債権者が銀行、そして、返済義務を負っておりますから債務者が、B さんです。これ金銭消費貸借契約、2本目の契約です。そして、丸三番、抵当権設定契約。
これが担保、担保ということなんですね。つまりですよ、銀行さんもですよ、万が一 B さんがお金払えなくなった時にお金回収できないんじゃ困るわけですよ。例えばですよ、B さんは今サラリーマンとして月いくらぐらいの収入があると。ね、そこでまあ月々の返済計画だとかを立った。しかし、B さんが突然仕事を失ってしまっただとかいうことであれば、支払いが滞ってしまうと困るでしょということで、この場合、まあ、万が一 B さんがお金返せなくなってしまった時にはですよ、回収できる手を打っておかないと、まあ、銀行さんだって怖いわけですよね。で、そこね、回収できるちゃんと手を打っておきましょう。これが担保ということで、法律上は抵当権設定契約なんて形で行われるわけです。で、実際この抵当権がどうなのか、詳しくはまた全体構造だとか民法入ったりやっていくんですが、要は今回 B さんは3000万相当の不動産購入するわけですよね。となると、万が一あなたがお金この3000万返せなくなったら、この不動産、売っ払ってお金に変えて、そこから回収しますよというのが抵当権なんですね。ということで、この抵当権設定契約というものを今回購入する不動産に対して設定するのであれば、 C 銀行はこの土地に対して抵当権という権利を持つことになります。この抵当権という権利が万が一返済できなくなったら、売っ払って、そこからお金を回収しますよという権利が抵当。そして、今回 B さんが丸1売買によって取得した土地に対して抵当権という C 銀行の権利を載せるわけですから、設定するのが設定者 B ですよということで、この3本の契約が一時に行われますよということなんです。ちなみにこの抵当権という権利、これは物件なんですね。 C 銀行が土地に対してダイレクトに持っている物件です。ですから、この場合黒丸です。必要となるときとありますが、ここでですよ、3本の契約を締結しました。先ほど3ページでやったように、物件に動きが生じたら登記をしておかなければ、後から第三者が出てきたときには自分の権利を主張できなくなりますよね。そういった意味で、物件変動丸1番によって所有権が移転してますよね。丸3番によって抵当権という物件が発生しましたよね。2つの物件変動が存在しますので、2つの登記が必要です。ちなみに丸2番は物件の発生だとかはありません。丸2番は銀行から B さんに対する債権は発生しますが、債権のみなんです。お金を返せという権利が発生するだけなので、丸二の契約においては債権の発生です。ですから、すべての契約が物件変動を伴うものではないですし。で、ちなみに、丸三番の契約だって、返せという権利があって、それの回収がままならなくなったら困るから、じゃあ抵当権をつけておきましょうねと。いう形で、まあ、丸三番は丸二を前提として丸三番の契約を結んだという形なんですね。で、このようにですね、まあ、今回であればですよ、不動産を購入したその代金を調達するために銀行からお金を借りた。で、銀行はお金を貸した以上、ね、未回収のリスクは怖いから抵当権という担保をつけておきましょうねという形で、丸一、丸二、丸三の契約が絡み合ってるわけですが、で、ちなみにですね、通常この1、2、3、3本の契約なんですが、通常はこの3本の契約って一時に行いまして、まあ、大体ですね、銀行の応接室だとかで行うんですよ。で、実際は融資の審査だとかもありますので、で、実際は事前に仮契約だとか融資の審査だとかを通しておいた上で本契約を、銀行の応接室だとかで行うんですよ。で、実際は、その銀行の応接室に、司法書士がデンって真ん中に、いて。で、その後ですね、まあ当事者の最終意思確認だとかを行って、法律上問題ない契約だということを司法書士が確認した上で、銀行に最終ゴーサイン、融資して OK ですよというゴーサインを出したならば、銀行も融資ができるようになると。で、そして、1、2、3の契約が一気に成立する。本契約が成立ですよと。で、実際ですね、まあ、日本人というのはお日柄だとかを気にしますので、
ね、あと、まあ、割と業者さん、あのね、間に不動産仲介業者さんが入ってると、あの、今月の売り上げとか気にしたりしますから、そういった意味では、まあ、割と月末の対案だとか、ああ、っていうのが、こういうの多いんですね。ですから、使用書士は月末の対案になると、結構その銀行の、あちこちの銀行の設立、掛け持ちで、あ、10時からどこどこ銀行、じゃあ12時からどこどこ銀行とか、いうような形で、銀行はしごってことも珍しくはないんですけども。まあ、使用書士がそこで最終確認をした上で、本契約が成立しますよと。じゃあ、本契約が成立すると、さっき言った物件変動が起きてますから、登記の手続きをしなきゃね、ということになるんですが、で、この登記の手続きに関しては、じゃあちょっとですね、上ご覧ください。で、今度、登記の申請は原則として、登記権利者及び登記義務者の共同で申請すると。いうことなんですが、で、この登記権利者、登記義務者という言葉、今初めて出てまいりました。で、この言葉なんですが、米印ご覧ください。登記権利者というのは、登記上形式的に直接利益を受ける。利益を受けるというのは、例えば、飼い主さんであれば、所有権の登記名義を取得できますよね。そして、今回の C 銀行であれば、抵当権という権利、の登記名義を取得できますよね。といった意味で、さっきもやった登記をしておけば、ね、第三者に、その事故の権利を主張することもできるようになるわけですから。ですから、ある意味ですね、この利益を受けるっていうのは、登記をしてメリットがある人ですね。今回であれば、飼い主さんだとか、抵当権の登記名義を取得するというメリット。第三者に主張できるようになりますよというメリット。で、そしてですよ、メリットがあるものだけが勝手に登記の手続きをしちゃうと、買ってもない土地を勝手に登記を移転したりだとかいうことになりかねないので、ですから不利益を受ける人も手続きに協力してあげなさいということになります。登記義務者というのは登記上形式的に不利益を受けるもの。今回であれば所有権を手放す売り主 A さんですよね。そして、せっかく買った自分の不動産に万が一に担保をつける、これ抵当権設定者ですよね。で、ね、例えばですよ、 A さんは土地の所有権の登記名義を失うという不利益を受けますだったり、例えば B さんは売買契約においては登記権利者になるけれども、抵当権設定に関しては、万が一僕がお金払わなかったら、この不動産売っ払われるんだよね、という担保を、これを負うわけですよね。といった意味で、登記をする義務、不利益を受けるということです。下ご覧ください。今度、三角括弧、黒丸の下です。所有権移転登記であれば、所有権が A から B に移転したことを、登記記録に記録する。登記記録に記録っていうのは要はデータに入力ですよ。先ほど言った、登記が載っているところが登記記録と言いますから、そこに入力をすることになります。この場合、まあ、入力をするのは実際その登記を扱っている、公務員の方ですね。登記官なんて言っていくんですが、で、これを手続きをするのは、登記の手続きお願いしますということで、登記書に対してお願いをする。これが申請という行為で、登記権利者 B と登記義務者 A が所有権移転登記の申請となりますよ。で、ただ、実際は、B さんと A さんが二人揃って窓口に行くということよりは、さっき言ったように、通常使用書士がそこに存在しますので、この場合、使用書士 X さんは B と A の代理人として登記の手続きを行いに行きますよ。そして、もう一つ、抵当権設定登記が必要ですね。抵当権設定登記。これは B 所有の土地に C 銀行の抵当権が設定されたことを登記記録に記録していきますよということで、こちらも、抵当権の登記名義を取得するメリットがあるのは銀行さんですから、登記権利者。そして、せっかく買った土地に、自分の土地に抵当権がくっついちゃいますから、で、登記義務者 B さんが申請人。そして、この抵当権設定登記についても使用書士が行いますよと。手続きを代理して行いますよと。なので、使用書士の、お仕事っていうのは、まあ、実際は、本契約の場に行って、最終確認、法的に問題がない取引かどうかっていうのを確認して、ね、当事者の意思も確認すると。で、その後も速攻登記の手続きをしに行くと。いうことで、その日か、もう、大体その日のうちに登記の手続きをしちゃうだとか、いうことになったりします。じゃあ、
これらを登記に載せたらどうなるか、ご覧ください。すいません。私ちょっとここ誤植、間違ってまして、あのですね、この28じゃなくて27に直してほしいんですよ。申し訳ないです。あの、4ページのですね、4ページの校区のところ、校区のところの、3番の右側に、B さんの名前が書いてあるところ、平成28じゃなくて27にしてみてください。申し訳ないです。で、まずちょっとここ見ていきますと、もともとですよ、もともとは A さん所有の土地だったわけですよ。A さん所有の土地なんですが、登記ってどんな風に載るのかと言いますと、校区、ちょっと1番省略しておりますが、2番、2番でですよ、元はといえば A さんが平成25年12月18日に売買でこの土地の所有権を取得したんですよ。で、この度、平成27年8月28日、今日ですね。今日 A が B に売ったわけですよね。そして、もう今日速攻登記の手続きを申請しました。となるとですよ。で、そこで、これを見るとですね、A から B に8月28日売買で、ああ、所有権が移転したんだな、ということがわかる。で、ちなみに、そこに受付年月日受付番号って書いてありますが、これは登記書が登記を受け付けた日付です。で、あの、同種番号とか振っていきます。なので、場合によってはですよ、売買の、1週間後に登記の手続きを行うというのも構わないんですね。つまり、登記はしなさいと義務付けられているわけではないんですよ。さっき言ったように、民法177条があるからみんな慌てて登記をするだけであって、何もその日のうちに速攻登記をしなきゃいけないわけじゃありませんから、そうすると、登記の受付年月日だとかもずれてきたりすることにはなります。まあいいでしょう。そこでですよ。じゃあご覧ください。A から B に所有権が移転しました。で、所有権に関する情報は権利部校区に載りますよね。じゃあ今度、C 銀行の抵当権ですが、抵当権は、おつくに載ります。おつくっていうのは、所有権以外の権利ですね。ってことで、おつく1番抵当権設定とありますが、で、抵当権右側見ていきましょうか。権利者その他の事項欄ご覧いただくと、まず、平成27年8月28日、金銭消費貸借同日設定とありますが、まずここですね、平成27年8月28日、金銭消費貸借っていうのは、銀行が回収を確実にしたい債権ですよね。銀行が回収を確実にしたい債権っていうのは、5ページで言うと、丸2番ですよね。丸2番の回収を確実にするために、この土地に抵当権を設定した。ということで、この平成27年8月28日、金銭消費貸借っていうのは、この債権を回収確実にするために、今回、B 所有の土地に対して抵当権をつけたんですね、ということが、B 所有の土地に対して抵当権を設定したと。そして、まあ、今回ですね、そうですね、すいません、ここ貸し付けたのが、3000万円ですから、すいません、これもちょっと1000じゃなくて3000にしておいてください。3000万円なんですが、3000万円貸し付けました。で、利息とか損害金ってありますが、あの、利息とかっていうのは、返済期までに毎年毎年年 2% の利息が発生しますよ。で、損害金っていうのはですね、これ、支払いが万が一遅れた場合には、損害賠償として、額面、あの額に対して 4% を発生しますよ、ということで、万が一支払いが遅れた場合には、損害金年 4% となります。で、そして、誰の債務なんですかって言ったら B の債務ですよね。で、さらには誰がお金回収するんですか、抵当権の登記名義を取得したのが C 銀行でしょ、ということで、抵当権は所有権以外の権利ですから、おつくに乗っかると。で、所有権は校区に乗っかります。そしてですよ、この、順番を見るとですよ、受付年月日を見るとですね、A から B に所有権が移転した。そして、登記の受付年月日は5678号となっておりますが、同じ日付で登記を申請して、5679号と書いてありますよね。これは、所有権が移転して、こっちを処理して、次 B の所有権に対して C 銀行の抵当権が乗っかったんだね、と。
ですから、あの受付年月日受付番号で、同じ日付であれば番号が若い方が先に処理されるということもあります。でこのような形で、まず、ね、民法上例えば今の金銭消費貸借だとか抵当権設定契約っていうのは民法の中に規定されております。そして、登記の手続きはどうなるのか、これ不動産登記でやっていきますし、で実際不動産登記に関しては択一のみならず記述の主題もありますので、記述の主題なんかについてはこういった登記の手続き、まあ、申請書を書いたり、とかいうことになるわけですね。で、ということで、まあ、あの今日は本当に入り口だけなんですけれども、ねこういったところをですね、例えばじゃあこの契約の中にトラブルが入っていたらどうするかとかいうところの処理方法だとかっていうのを一個一個学習していくことになるわけです。でちなみにあの今日ですね、特に民法なんかで条文いっぱい出てきましたけれども、基本的に司法書試験においては条文のナンバー番号を覚える必要はありません。ただ、すごく有名どころの条文、例えば今日出てきた民法177条だとか、そういったものはもうこれはすごく大事だから番号を覚えてくださいとイレギュラーで言うこともありますので、あえて番号を覚えてねって言ったものについて番号ナンバーですね、それを覚えていただければ結構です。でそして、今こちら聞いてらっしゃる方、先取りで勉強される方は、実際ですね、本会講するまで6法の購入はしなくていいです。6法についてはあのね、今年平成27年の秋口に、各出版社さんから新しいものが出ますので、今から6法は買わなくていいですが、ね、今年の10月になったら6法新しいものです。最新版を購入して、それを講義に持っていただく、持ってきていただくという形になります。それが2017年の一発合格を目指して、皆さんと一緒に頑張っていきましょう。長い時間お疲れ様でした。